んこんにちは、リリアです。はい、今日はお酒を飲む動画なんですけど、見て、ドルーンいや、見てって言ったら見たでしょ、違うはい、これスパークリングフルーツワイン、ホワイトとロゼを買ってきました。これなんかパイナップルって書いてあって、パイナップルたっぷりって書いてあったので、ついついこれをね、買いたくなって買っちゃったんですけど、超かわいいの。これウサギかな、ウサギフルーツワイン、スパークリングフルーツワイン、すごい美味しそう。今日のおつまみはこんな感じです。そう、じゃがいもはフライパンで簡単にできるっていうやつなんですけど、意外と固まらなくてすごい大変でした。でも美味しそう。そして今日はワカモレですね。なんかパクチーとかはちょっと入れなかったんですけど、トマトがなくてトマト缶で代用しました。で、あとはアボカドチップス、ちょっとこれ美味しそうだったので買ってみました。パッケージがすごくかわいい。はい、じゃあ今日はね、これは私はロゼを飲むんですけど、おばあちゃまがこのホワイトフルーツワインを飲みます。おいとあれ、何これ、おいとおいとおいと、え、何これ、やばくない、あ、いたじゃん。はい、乾杯。いただきます。あ、美味しい。え、なにこれ、美味しい、めっちゃ。なに味、え、なんかさ、これパイナップルじゃなくない、パイナップルなのこれ。これパイナップルって言ってたけど、言ってたっていうか書いてあった。あ、こっちはパイナップルベースのスパークリングフルーツワインです。レッドとホワイトの中間で程よい酸味、果実味を堪能できます。ほのかな渋みに軽快な味わいで、飲みやすさが特徴的な一品、一品。キリッとした炭酸もいいアクセント、いいアクセントに、だって。すごい美味しい。え、なにこれ、超美味しいんだけど。え、一品って読むの、一品、どっち、一品って読むの、どっちでもいいんじゃない。何これ、超美味しい。これジュース、ジュースっぽいね。なんかすごいお酒って感じはしないで、それもパイナップルで全部って書いてあった。赤売り切れてて、ちょっと違うかもしれないね。5度だって、これ飲んでみ、一緒に。5度、5度、うん、5度だって、ビールと同じぐらいな。あ、違う、あ、違う違う、どっちが美味しいだろうあ、でもさ、本当に辛口ってホワイト書いてあったから、ちょっと辛口っちゃ辛口、うん、でこっちはなんかジュースって感じ、でも少しアルコールがなんか分かる感じ、そっちは、うん、これなんかどっちも美味しいね。うん、美味しいけど、これなんかすごいジュースみたいじゃない、ジュースみたい。やっぱこっち大人かな、大人だね、そっち、うん、何これ、超美味しいんだけど。いっぱい飲めちゃうね、いっぱい飲めちゃうね、うん、ね、はい、いただきます。はい、こうやってディップしました。うん、おいしい。あ、わかめるおいしいね。うん、どう、おいしい。アボカドチップスもなんかおいしくない。あ、でも硬いね。うん、硬い、確かに。すごい、なんかこれ歯悪い人とかにはきついかもしれないね、食べるのが。あ、でも結構食べるかも。嘘、すごい硬くない。硬いけど崩れる。あ、そう、うん、たっぷりつけて、うん、おいしい、おいしい、うん。
これやばい、超美味しい。あの甘いの好きな人とかカクテル好きな人とかは本当に美味しいと思う。ではではこっち、まず味、ケチャップなしで食べてみます。何よこれ、なんか味がする。ケチャップつけよう。ハッシュドブラウンに似てたから、ハッシュドブラウンを想像して食べるとちょっとなんか味がなんか違う、なんかちょっと なんかの味する、ちょっと不思議な味がしますね。うん、なんかなんだろう、ハマる味する。シンプルだけどなんか食べてると食べちゃうみたいな、そういう味がしますよ。あー美味しい。アボカドとトマトがコストコで売ってるものを使っています。やっぱりオーガニックのものを使うと体にいいからすごくいいでしょ。しかもコストコのねアボカドって大きいの、大きくてしっかりしてる、本当に大きいです。じゃあこれに比べよう。ほら、あ微妙。でも大きいでしょアボカド。なんか結構スーパーで売ってるのって意外となんかアボカドがちっちゃかったり中が汚かったり意外とするんですね。コストコのって本当にしっかりしてて、バナナもなんだけど大きいししっかりしてるし本当に便利ですよ。普通のスパークリングワインと違って本当に思った以上に甘い。だからすごいしょっぱいものが食べたいですね今日は。あいいや、食べ食べよう。はい、ということで今日はこの可愛い、見た目がすっごく可愛いスパークリングワイン、フルーツスパークリングワインロゼとホワイト、もう本当にどちらもすごく美味しくて甘いのが好きな方には特におすすめの商品です。はい、今日もご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。普通に飲もう。